こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回はソニアちゃん使いに行きましょう。で、今回は46のソニアをお借りしましたので、試合経験点ボーナスが 10% ついているものになります。で、スペシャルタックとやる気効果付きで筋力ボナーと、かなりタックをした時のポイントの入り方は大きいものがあるんじゃないかなというところです。で、コツ、チャンス、ブルヒ、一層、ムードという感じになっております。で、今回のデッキが、サガラ、シドレミ、サイキ、サイガー、ヤギュー、ソニアちゃんという感じです。で、初期、モテモテになります。お守り招きです。行きましょう。ここからでいいか。で、かなり意識して精神は集めないと、まあ、大変ですと。で、他も筋力が、まあ、4番丸の上位。で、相当取られるので、そこも意識していきたいですね。サガラも一瞬で行くんじゃないこれ。走塁でいいかな。もう上げたいところから上げていきましょう。精神、走塁、打撃。特に敏捷は今回しどれみ一辺倒になるので、そこはまあしっかりとケアしてあげたいですね。まあでも、あらかたと組ませるのがいいんじゃないのかな。とまあ勝手に思っていたりはします。筋力ダブルにできるようにして、そこで、まあ、やった時の筋力と精神の恩恵は相当大きいんじゃないかなと。で、一緒に、あ、それ強いかもな。一緒にソニア刺してあげるとかにして、ただ敏捷が取れないのか。敏捷がわけわかんないことになるのか。難しいですね、デッキを組むって。ただまあ今ちょっとパッと思いついて行ってみましたけど、割とありな気はしますけどね。シドレン、ここは休むか。無理してもしゃあない。無理してどうでもいいとこで燃えるのが一番もったいない。ヤギウもしかしたらいけるかもな。よし。さすがにね、モテモテ、お守り招きですからね。来ないわけがない。まあ、過去にこれで来なかったケース何回もありますけど、来ないわけがない。85、おお、いいですね。素晴らしい。頼むよ。ちょっと今回のサガラはかなり有能っぽい。16アップとか凄まじいね。野球いけるんじゃないの。ワンちゃん詰めろ詰めろ。あとは災害も言ってほしい。ついでに災害のイベントっぽいってことじゃないよ。 OKOKOK。 あ、いけるんじゃないの。両方行ったんじゃない。体力回復して誰か。おーっと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 、これは体力が回復しないやつですかね。ソニーの評価がアップしましたと。ここはさすがにデート一択かな。仕方ない。お、精神が、うわー強い。いいですね。いや、ソニアソニアって感じですね。やっぱやる気効果も相まってかなりいってますね。片目打ちか。今回に限っては抑えとくべきかも、片目打ち。監督かな、さすがに。踏んでないっすもんね、全然。パルス。1117。
ここは体力回復にしましょう。最近か守備職人いきますかね。守備職よし、ナイス盗塁。ちょっと監督評価低いぞ。だいぶシングルですし、監督でいいですね。背に腹、パルス背に腹。あとは一流だけ。一流来るなら来い。相良が完走しました。で、監督かソニアなんだけど、さすがに監督いきますか。おお、男いいね。あとはタック、はよ。これちょっと拾っときたいかな。ただ2段って多分ないですね、僕。これになんか30使うわけにもいかんし。おお、いいですね、連続。使わしてくれ。監督とここでいいかな。普通に踏みましょう。おわ、3枚連続。お、これか、これか、体力の最大値上げれるのかな。飛龍定食。うま。これうめえな。強い。一段上げて、さすがに拾いましょうかね。なんかもらったよね。走塁か。取りに行く。てか一段上げるって、マジで。これしかないぞ。こんなところで使うわけにもいかないし。ムードと一層プルヒー。これはまあ普通に。プルヒーは避けてくださいと言うしかない。なあ、やめえ。示し合わせたかのようなプルヒ。監督欲しいんだけど。あ、肩とかでよかったかな。まあ精神の練習レベルもあるんでいいでしょう。ちょっと遅いですね。ただ男ばっかり入ってはいますけど、いいものとしてはちょっと遅いかな。監督さんかな。はい。おい、足痛んでるぞ。ダメ元。ここは勝負でしょう。言われるまで。衝撃いっちゃってもいいし。この相良かなり有能で、中吉以上出せるよ、君は。よっしゃー。知っておる、知っておる。ここでいいですね。佐伯か。走塁。走塁だけかな。走塁だけですね。抑えるか。いい加減。で、25にして。25ロンジャーですかね、僕は。シドレミ25で成功する説。あ、ちょっと補給、Gスターとか、ケアしてあげないとね。
足がだいぶ痛んでいる。いいですね、逆境。これで意外性を取っていける。やめて、うわ難しい、とても微妙っすな。監督でもいいレベルな。千原使って監督いきましょう。まあしどり目も良かったですけど、敵よし。だがやめーってすごいな、体力の削り方が。うー、コツが強いからな本当に。なんか精神ポイントとかのことまで考えると、ソニアハマってくれたら強いけど、怪我率まで考えると打撃に行きましょうかね。あとは打撃練習レベルですね、上げたい。単純によし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 。しかも一人じゃないか、監督一緒に練習してる人物。すぐ飛びつきますよ。うん、ここまでまあまあそれなりの流れかな。意外性取りましょう。あ、意外性いるか、まあいいか。逆境もレベル3でしたね。うん、まあ相良のおかげで点数が伸びている感じかな。お、失敗したい失敗したい。25、足は25です。アウト。それはうまいよ。2段階ってないな。あ、あるのか。一応 18% ですけど、ここはダメ元にしましょうか。おお、はまった。ありがてえ。アジ。うん、まあいいスタートですね。男を使わせてほしい。難しいな。ソニア行こうか。まあソニア行きたいですね。お前はチャンス一層早く、チャンスくれ。よーし、偉い、それは偉い。荒畑と違ってマジ絞りにくいですからね、こいつが。お前も成功できる。あー、喉に詰まった。佐伯どうする。精神まあまあ稼げるけど、まあいっか。これは監督で。おお、素晴らしい素晴らしいの入りました。男しましょう。で、技術は使い切らないといけないと。はい、技術使います。
使うとき決まってた給料日ですけど、いいよね、絶対余るよね。うん、余る余る。で、あとミットとか守備に振ればいいはずだから。使い切れるか、これ。16ちょうどか。おお。はい。使い切れました。スカウトいたんでミントからあげてもよかったかもしれないですね。やめて。うわー怖。走塁行きたいな。ちょっと結構な精神足りない具合を醸し出してますね。臨床も入れておかなきゃ。うん、テーマはやっぱ臨床精神だねこれ。おお、カウント強化アップ。これ絶対燃やせないでしょもう。強いっすねこれは。あげたい一流。いや、ありがとう。一流かな。精神ありがたいよ。回復にしましょう。真正面からかな。はい。うん、監督でいい。何依存かわかんないからな。とりあえず上げますけど。ざわざわ。さよならホームランだ。いいっすね。野球。喉が。喉が、喉がだいぶ痛い。監督がこれで188か。敵を飲んでもいいですね。ここ一回。戻しとこうかな。いっかな。大丈夫かな。二つある。まあ、無理が通ればあるから、いいか。三つ。やめてー。うわあ、だからやめてって。恨みでもあるかのような。監督終わらせるか。これ結構精神も入るんで拾っておきましょう。194。監督終わりですね。佐伯監督か。結局ここには行くのか。特にないね。何を取りたいとかは。
デートでいいのかなこれ。監督も終わってるわけですからね。そこそこ形になってますよ、多分。あとは精神と敏捷を入れていきたい。うん、いいですね、7000点。試合経験点も期待できますからね。一段上げて筋力を入れる手もある。手もある。40入れて30入れられると、はい、まあ踏んでおけばって話ですね。ダメかというか届かねえや。再起再が どうしようかな。31を入れときましょうか。燃やせるように背に腹で最悪ね。次で誰に行くかっていうところだけど、ワンチャン監督の佐伯かな。いいですね、チャンスメーカー。うまい。そしてこれどっちもうまいわ。150生きて。精神は取れると信じて練習に行くのか。もともと人数的にも。いやーこれ敏捷だろうな。取れないですからね、しのるみがいないと本当に。ほぼ。精神はワンチャンスあるのか。おー、ソニア。いるのかな、これ。いるのかな、まであるけど。筋力。もういるんだろうか、筋力これ。いる気配が全く見えない。ただチャンスのコツは欲しい。そんな状況ですね。監督かな、素直に。素直に監督っぽいけどな。うん、敏捷取りましょう。ああ、これ強いよ、割と。これどうしよっかな。やる気か。あとはデートもしていかないと。これ、はい。ラッキーボーイでいいのかな。で、一応50で燃やせるな。精神来たら嬉しいな。
ありがとう。打撃か。そろそろ燃やさないとダメだよね、多分。これくらいだったら一回引いてもいいかもしれないです。一回引いて土管にかけるか。もうこれでも次6回目なのかな。全然行ってないとしたら本当に。シングルトック、本当これ7回目じゃないの。本当に、あ、6回目だ。マジか。どうしましょう、これ印象取るか。ここでより良いものを得られる可能性はある。内野安打、走塁とか残ってないか。内野安打取ったらより良いものが来る可能性ある。怪我が一発必要かもしれませんね。今6回目なんでしょう。30、70、80、大丈夫か。大丈夫ですね。うむ、これマジで精神全く足んないな。なんだこの精神のなさは。はっつって、はって言ってしまった。精神ない、精神どこへ行ったんだ一体。佐伯と野球で発掘しないとマジで無理だな。そうか、筋力キャラ一人だけでこんなにバランス違うのか。今うんってなってますうんってなってます。だいぶ。何これ。困っちゃったな。デートはあと1回で一応終われますと。で、一応30、70、80、90。せにゃらは残しておきたいですね、できたら。なので、ここはデートを仕掛けましょうかね。おい、精神くれー精神くれー。これちょっとまじいな、使えない可能性あるな。使えない可能性ありますね。うまくいってるんだけど、精神これはまずいですよ。精神マジで全く足りません。1ミリも足りてないです。精神なんだろう、この精神のなさ具合。
ひでえ。すっからかんですもんね。まだ取るもん何にも取ってないの。この割様だ。この割様だ。ララララララ。全力だけ追う展開で迎える2回です。バッターはトヨタ。投げました、ボール。投げました、危ない球。第3球を投げました。これマジでミートとか諦めた方がいいかもな。全力だけ勝ち越しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー1塁。守備を諦めた方がいいのかな。ちょ、5回の裏、強い。敵が強いのか自分が弱すぎるのか。でもソニアも入って強いはずですけどね。打線はまあ本当活発に点を取ってくれてますね。今日5打点を挙げています。フォークかチェンジアップかと思った。飛距離さんのやりすぎで。やりすぎは言い過ぎか。お指導、一気にホームイン。全力学園リードを4点に広げます。ナイス、全力。いい系統だ。ん、ちょっとし長いぞ。ヨカターン1か。1もあるかな、ヨカターン。よく考えろよ。13。ああ、強いね。精神入ってるこっちの男を使って、23。まあ、多分5か6だよな。23いけるかな。53、93、2回練習すればいけるって感じか。じゃあ1回って大丈夫か。ギリいけるはずだよ。あえての精神にする。いやそれはあえての精神にする意味ってなんだろう。ほんと、後々のあれを買うみたいなとこだ。3回練習はできるようになるな。むずいですね。3回練習にできるようになるな、一応。そうすると、確かに、拾えるというか拾えるんだよな。いや、そんな弱気でどうするか、攻めろ。で、ここまでこれをって言うと。ああ、よかったよかったよかった。こういう時に来てくれるのが、ナイス佐伯。君は偉いぞ。よくここで光った、一人とはいえ。で、ここで問題になってくるのが、じゃあ何を生かして何を殺すかみたいなところの相談ですね。洗礼の一撃は取るでしょ。で、まあ、状況的にパワーヒはいっていいな。口角もいっていいな、多分。ただちょっと落ち着いて、まず補給は、いや、ちょ、落ち着こう。補給は絶対行くな。とりあえずパーヒだけでいいでしょう。お待たせ。3回の裏、全力学園攻撃に入ります。トップバッターはトヨタ。初球外れても、第2球、
投げた、打ちました、痛烈、入れば同点だ、入った、さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面、これはいい当たりだ、いった、入った入った、全力学園追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という、打った、これは強烈、いった、全力学園リードで迎える8回です。今日3打席連続でホームラン、勝ちたい勝ちたい、もうなんか普通に負けとかもあったから勝たせてくれ、勝ちに見えている。お、いいね、ナイス、それはうまいよ。で、なんとか燃やせますと。広角打法さすがに言っていいっすね。大丈夫だよね。860。はい、大丈夫です。で、最後に男使わせてくれれば。こう振るか。ここからは分からない、僕も。キャマルだけ取りましょうか。ここからは分からないのか。4番になった。追う展開で迎える1回です。ノーアウトランナー1塁という場面でトヨタ、第2球投げた、これはいい当たりだ、めっちゃ飛びますね。139じゃない。全力学園リードで迎える2回です。ワンアウトランナー1塁という場面、トヨタ、第2球投げた、カーブはボール、第3球を投げました、決まった、ストライク、さあ4球目ボール、次は5球目、おいおい、男らしくストレートで来いよ。第6球を投げました、際どい球選んでフォアボール、よく選んだ。全力学園リードで迎える4回です。ワンアウトランナーなしという場面、打った、これは強烈、いった、吹っ飛ばしてあげます。吹っ飛ばされそうだな、3点差は怖い。全力学園リードで迎える6回です。今日2本のホームランを放っているトヨタ、決まってストライク、おせえ、スクリュー、二度はない。全力学園リードで迎える8回です。ワンアウトランナーなしという場面でトヨタ、精神足らんな、精神くれ、マジで精神が足りません。投げました、危ない球、第3球を投げました、ストレイク、投げた、アウトロー、ボール、さあ5球目、直球外れた、フォアボール、よし、決勝まで行きました、ね、頼む頼むから、佐伯と柳生と才賀と全員絡んだ、ったぽい、なんかいい匂いするよ、いい感じの匂いしますね。おー、しどれみ1、ここはないですね。しどれみはないですね。佐伯に行くか、ここ行くかみたいなとこですけど、まあ、精神が一番大きいんだよね。ここが、精神が最も大きい。っていう理由だけで行く価値あると思うけど。さ、補給上限は行く。補給上限は絶対行こうという話と、阿部比、金徳、金徳、
怪我しにくさ。あ、じゃあ、火事は取れてないな。え、うっす。いやー、足らん。精神足らんわ。精神足りません。守備とかいける気しないわ。全力だけ先制のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面。これはいい当たりだ。いったー。入った入った。全力だけリードで迎える3回です。ワンアウトランナーなしという場面。トヨタ今日2打点を挙げています。打ったこれは強烈。いった。これ300点ぐらいでしょ、頑張っても。いける気しないわ。全力だけリードで迎える5回です。ワンアウトランナー一塁。打ちました。痛烈。いった。いや、筋力キャラを刺すってこういうことなんだな。まあ、大谷とかだと精神ボラなんで、また話が変わるんでしょうけど。やっぱ、いやー、今の環境に合わせるのは結構厳しいかもな。第3球を。3タックも踏んで結構稼いだ方だとは思うんですけどね。それでもって感じだな。まあ、防災っていうのもあると思いますけど、なかなか厳しい。ハクの時とは勝手が違うわ。ただ試合経験点は入りますね。よりありがとう。スカウトにも媚び打ってよ。サイン。うん、やっぱ300点ぐらいだな。冷静が厳しいか。なんだかんだ、コツ1だと70を取られるんで、精神。結構重たいっすよね。1万2000点。で、チャンス。うわぁ、135しか残らない。35しか残らない。まあ、守備無理ですね。てか、これ、何を取るんだろう。何を取るんだろうってなっちゃってる。肩を凄まじく上げるのかな、これ。しかないよ。ここに気を配りながら、まあ、40うんぬんコツを大事にするのか、さよならとなんか取ったらどうせ一緒やんって思うのか。さよならとなんか取ったらどうせ一緒やんか。全くと言っていいほどない。ない。ええわ、言ってよ。さて、難しくなってまいりましたね。チャンスが28なんで、それを取ってあげるのが、まあ、最もいいような気はしますけどね。そしたら、まあ、迷走はするんですよね。速攻とかも取れるじゃん。いいね。あ、いいんじゃないですか、これで。これでいいでしょ。いいよね。おー、補給しかいかんかった。まあ、ちょっと今、環境に合わないかもしれませんね。なかなか、こいつで打とうっていうのは、難しかった。かな、という感じはします。ただ、環境が変わって、こう、守備条件を3枚重ねるようなね、時代に来た時に、おそらく力を発揮するんじゃないかなと。筋力キャラとしては、普通に筋特確定、まあ、プルヒはありますけど、チャンス一層、まあ、この辺のコツも優秀ですし、体力回復のある福井部、
そしてポイントが大量に入る金得意で、まあ、この辺に良さがあるのかなという感じですね。ただまあ今の全力の環境にはちょっとまあ入ってこれないかなというのが正直なところでございました。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。